はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。久しぶりにですね、虫キング研究所をやってきましたね、うん、超進化3弾が12月21日から稼働ということで、うん、今日もですね、やらせていただきたいなと思います。はい、新しい SG レア V ガジェ加わってますので、まずそちらから見ていきましょうか。はい、はい、まずこちらですね。これはカナト君が後ろに描かれてるけど、グラント白カブト。そう、グラント白カブトなんだね。すごいかっこいいよね、ピンクと緑、カナト君のそうそうカラーになってるね。バランスよく体力110の攻撃120のテクニック100だね。次がこちら、これはイスルギジュニアのお母さんですね、うん、レギウスツヤクワガタ。そうだね、レギウスツヤクワガタ、うん、でこれがすごいね、これテクニックが145、これすごいよ、うん、だけど代わりに攻撃が85っていう。そうだね、体力はいくつ100で、これ以外にですね、すごく面白いカードがあって、それがこちら、大島振りスズメ。そう、これなんとですね、じゃんけんに勝つともう発動するんだって。すごっ。ということはチョキで勝っても、パーで勝っても、グーで勝っても、どの手で勝っても必ず発動できる。そうなんだよ、すごい。ただこれここに書いてあるけど、グーの攻撃力を強化。なるほど、体力の多い相手だとダメージアップ。そう、はい。そして今回の新しい V ガジがこちらの侍の V ガゼ、それと忍びの V ガゼですね、うん、これがまたすごいかっこいいよね、うん、でこれ一応モチーフがあって、侍の V ガゼの方が竹蔵がモデルになったって、うんうん、で忍びの V ガゼの方が小次郎がモチーフなんだってさ、うん、体力が少ないほど相手に大ダメージを与える。ということは1とかの時にすごい大ダメージ、ね、そう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 、逆転の V ガゼなんだねこれね、うん。じゃあ早速これらのカードを V ガチャ使って遊んでいきましょう。はい、ようこそ、はい、実況のモニターです。私がゲームの案内をします。やります。まずは君の記録を確認します。レーシングセンターのまず記録カードをスキャンしてください。始め、はい、奏人君だね。確認完了です。通信に失敗しました。はい、今オフラインモードになります。ね、どちらで遊びますか。 お、はい、お、出た、これだ。この超進化3段からゲームで遊ぶとカードを買うっていうのがね、できるようになったみたいです。で今はとりあえずゲームで遊んでやっていきましょう。ゲームで遊ぶ。次にモード選択に行きましょう。遊びたいモードを選んでください。そうだね、2人で協力で。モード決定です。この3段から加わったキャラ、そうだね、魔人かマリアか虫よ、魔人かカナト。私の研究の成果を出しちゃうわよ。じゃあカナト君でいきましょうか。虫よ、俺の声に答えろ。すごいよ、目がさ左右違う色だよ、緑と赤、すごいね、うん、じゃあいきましょう。ボス決定、始まりました。協力バトル、舞台はここセントラルコロシアム。最初の画面書いてあった。あ、そうなの。ワンピーの虫が登場です。水乱のガイア、グラント白カブト。グラント白カブト、これのごと回っているところに葉っぱが。あ、本当だね。社長さん、パーです。カブトの V ガジェ戦闘。本当だ、これは強そうだ。330のめちゃめちゃバランス。続いて、ルフィの虫が登場です。正解の石、レギウスツヤクワガタ。カブト超テクニック高いから、141秒。クワガタの V ガジェ戦闘。 OK、 これは強そうだ。さあ、こっからだ。どんな感じなのかな。おー、来たよ。負けの虫の登場です。水乱のガイア、クラッと白カブト。うわ、来た。へぇ、これは強そうだ。あ、うっしょー。でもすごいバランスが取れてるんだね、ここは。カウントワン。さあ、下が僕たちの体力だよ。そうだね、ボスじゃんけんルール説明。二人で協力してボスを倒せ。これが必殺技を出すと思ってるね。うわ、ってことは出してこないんじゃない。あ、下にタイムが出てる。どっち出した。じゃあグーかパーだよ。パーだ。じゃあグー。
よし、新視察に行くよ。いいよ、ウムさん、ゴが出てるね。タイムアタックみたいになってる。あれか。おお、かっこいい。強烈な攻撃だ。封印。あ、音を吹き封印した。やったやったやった。ひさささなんてもったいないって言うからひささ使ってこないの。また。そっちですね。お前出して。じゃあまたパーかグー。僕はグーだった。じゃあパパパでパよし、オッケー、よし、グランドシロカップの攻撃、オッケー、いくよ。あー、いいパワーマイト、めちゃパーフェクトだった。おお、これはどうだ。結構当たってんだよ。俺の出す手がわかるかな。反時計回りだ。今チョキ出してきたからパーだ、チョキ一冊パパいける。グランド白カブトの攻撃、あ、パーフェクトだ、すごいな。よし、決めやる。よし、これで必殺だね。お、かっちょいい。あ、キラキラ、おぉ、ツーレッツゴーヤー、着陸だって、ノックアウトだー。おぉ、ウェイマス、ナンマツ。そういえばさ、ウェイガで使ってない。ウェイガで、うーん、じゃあ僕パーだ。当たって、じゃあグッチとか、おい、パパ、よーし、レギウスツヤクワガタの攻撃、ワッピースピーダブルグレート。これはどうだ。追加で発動。あれ、何々の追加でって言わなくなった。ぐるぐる回ってみるよ。右に回って、右に回ってみるの楽しそうだ。チョキ出してきたからグーだ。パーだ。必殺プラス V がね、プラス V がね、あ、そっか。ナイスパンチ、高性能パンチ、ブランクシロカブトの必殺技、かっちょいいよね。高性能パンチ、すげー、痛烈な攻撃だ。行くよ。来たよ。忍びだし。ビクトリーアタック。おお。おお、瞬間だ。あ、すごいすごいすごい。おお、しかし。すごいすごい。うわあ。ダメでした。おもちゃおもちゃが上に飛んでます。怒んなかったら相手の話。出すわけないってことはまたグーかパーだね。いや、僕はパーだ。じゃあ、グーやってる。あー、グーやってる。よーし、でも、これは勝てる。レギルス強くわかったの攻撃、はい、ワンピーパーメント。パパ、レーシングなんでずっとパーフェクトした。これは耐えられるか。でも、3回出した。決着がついた。2人のピザは勝った。討伐成功。あ、6ターンだってタイムも出てる。4分12秒に17出るようになったんだね。2人のヒーロースコアの発表です。ヒーロースコアパーですね。はい、はい、はい、チャンキンヒーロー、バトルヒーロー、イエーイ。めっちゃのがポイントがすげえ高い、うん、え、虫取り。そうだね、虫取り頑張って。君は虫取りとカード化をすることができるよ。だいたいいつも虫研究所に来るとなぜか引きがいいから。頑張って。始め、レバーで網を動かそう。ボタンを押すと網を振るよ。お、何これ。あー、そういうふうに変わったんだね。レアゲット、ヤマトタウンス。あと3回。
おおおん、あ、逃げちゃったってことだ今のね。食われた。よし、ノーマルゲット。 V ブースターゲット。 V ブースター、 V ブースターをゲットしたよ。氷の V ブースター。 V ブースター、あと2回。頼む。おっ、落ちた。あー、逃げちゃった。食われた。おおおお、おお、何、よかったね。フルマイスターチェック。あ、神谷の V ブースター。よっしゃ、確かに。あと1回。やね、お、来るか。お、取れたんじゃん。お、取れた。すごいぞ、SA ゲット。バイオリン虫。あ、バイオリン虫、あれだね、ブーってやるやつ。やったね、4匹の虫を捕まえたよ。最後に好きな虫、1枚カードができるよ。これはフルマイスターでしょう。そうだね。カード決定。ちょっと待ってね、カメラを持ってきたよ、ね、よし、虫の写真を撮ろう。はじめ、好きなタイミングバッチリだよ。早っ。カード作成中だよ。さて、やっぱりマスターブラックいるよね。私はマスターブラック。じゃあレンダー頑張って。じゃあこの強さを見せてくれ。生き物だ。頑張れ。はじめ、ボタンレンダーだ。おりゃ、もっと頑張れ。もっとレンダーだ。そこまで。うお、88だったか。すさまじいレンダーだったぞ。大丈夫。オフラインのためスタンプを上げられない。カードの色が変わってる。あ、ちょっとカードの色が変わってる。あ、100円入れるとどちらか選べるよ。残りの虫をカードにするか、虫取りをし直すってのがある。え、残り5回。カードも作れる。お、そうなんだ。取り直す。取り直すね、うん、おー、行ってみよう。カードにしていない虫を逃がします。本当にいいですか。なるほど、うん、虫を逃がせるんだね。はい、逃がしましょう。はい、ちょっと待っててね。さあ、虫取りを始めましょう。おお、もう一回やり直し。はじめ、レバーで網を動かそう。ボタン、はい、網を振るよ。ああ、網やった。そっか、これだから2人協力とか2人対戦の場合は4回引けるから。なるほど。だからそれをやり直せるってのすごいね。来い、来い、お願い。ああ、逃げた。ノーマルゲット。あ、沖縄カウント良かったね、これ。V ブースターをゲットしたよ。やった。 V ブースターがあると虫がちょっとだけ強くなるよ。あと2回。絶対数字でゲットしたい。こいこい、お願い。あ、逃げれた。よし、ノーマルゲット。 V ブースターゲット。丸真に加えた。はい、水の V ブースター残り1回。あと1回。頑張れ。ここじゃ。こい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 。あー、やったね。レアゲット。超トンボ。沖縄かな。やったね。沖縄の虫を捕まえたよ。はい、じゃあ今度はですね、2人で対戦やっていきましょう。2人モードを選んでください。対戦モード決定です。まずはワンピーのバトルの順。バトルに使うカードをセレクトしよう。カードがなければ、はい、レーシン君のパーティーは体力少なめ、はい、うん、攻撃力強め。そう、あ、テクニックがすごい高い。鬼ヤンマ、この大島フリスズメが体力に差があるほど攻撃力が高くなる。高くなるというか攻撃にダメージが与えられる。なので逆にパパですね、体力はすごい高いデッキなんです。相性はないです。相性は二重丸ではないけど、体力がすごい高い。レシン君のその逆転デッキ対体力デッキ、どっちが強いのか、ガチ対決でいきましょう。さあ、ワンピーの虫が登場です。正解の石、レギウスツヤクワガタ。さあ、クワガタの V ガジェセット。
それでお助けも割とテクニックよりだからね。テクニック230点。最初20番がパワーアップだ。続いて、まあ、これで逆パターン登場です。そうそう、体力がすごい。ピーナス虹色クワガタ。ハートが出てる。必殺技はグーです。アブトの V ガジェセット。虹色未だに取れてない、ブルーマルコ。ブルーマルコドライアスオーツの腹巡り。すごい、でかい虫ばっかり。すごい虫ばっかりって。体力2ポイント。ラウンドワン。さあ、はい、色が出てる虫どうする。問題はこれ、 A ちゃんがじゃんけんに勝てるかってことで、それすごいすごい重要だよ。お、はい、やり合いだ。お、またアイコ。おっと、アイコだ。アイコだ。うわ、おっと、ババ勝ちよ。し、虹色クワガタの攻撃。ったらガチ対決だよ。分かってますか。これは大きなダメージ。はい、行こう。もう V ガジェ体力少ないな。お助け。ちょっと待って、でもこれ196あるからね。やだ。手裏剣。はい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 。これ巻き物なんだろうね。でかい手裏剣の上に乗って。いやー、痛いよ。うわっ、よっしゃー。あと40しかない。もしも振り下がっていけ。スパローノイズ。よーし。エジイロクワガタの必殺技。そんなにテクニックが高くない。これは激しい攻撃だ。体力少ないからね。追撃発生。トライアスだ。え、これもしかして倒しちゃうの？50度はさすがに。これは大きなダメージ。2ターン中、チームの攻撃力上昇。じゃんけんに勝てば勝てるんだよ。はい、よし。さあ、これで通常攻撃。あ、V ブースターもくる。あ、必殺だった。エギウスピアクワガタの必殺だ。せいや、そんなに高くない。超綺麗ね。うわうわ、痛烈な攻撃。決まった。もしもフリーズする。早すぎないこれ。早いね。あっという間に帽子も振り進む。あっという間に逆転されちゃったんだけど。はい、ということで今回ですね、虫キング研究所やってきて超進化3段プレイさせていただきましたね、うん、すごいまた面白くなってたね、うん、新しい V ガジェとか新しいカード、まだね、あの虫キングの動画もう一本撮る予定ですので、うん、そちら見てみてください。はい、12月21日からですね、もう稼働してますので、ぜひ皆さんもプレイしてみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひ気に入ったら高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それじゃチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。